ここに至った経緯も説明をさせていただければと思うんですけれども、私、会社をまあ10年経営している間に、ブラック人材と呼ばれるような、ちょっと悪質な、平たく言うとたかり屋みたいなですね、そういう人材をちょっとまあ何度か採用してしまったというちょっと経緯がありまして、まあ、そういったところで何か手がないかなと。 常々こう考えておりまして、で、まあ、そこで今回、えー、こう志願するに至った、こう事業計画としましては、会員制の、えぇ、ー、こうサブスクのサービスとして、えー、皆様にこう、加入いただいて、そこでそういった人材を登録したり、そこに紹介を当てるということができるような、まあ、マッチングサービスというかですね、そういうようなサービスをやりたいというのを今回の事業プランになります。えっと、まず最初、えっと、いいですかあの、はい。 ご自身がブラック人材でもあるんですか <laughs> あいえ、あのー、そういった意味ではな、なんか、ねなな、なんすか、この黒いのは、ちょっと素顔をですね、えー、ちょっとさらけ出さずに、ちょっと進めたいという。 事業プランに実はなっておりまして内容的に顔出ししたくないみたいな要素があるんですか、ねはい、あそういう要素がございますそれは分かりましたじゃあどうしてこのデザインのこの色の仮面になったんでしょうか <laughs> はいえー、とまあもともとちょっと僕はこうまあ本当に今今回偽名でつけてる黒子というとこもそうなんですけどもどちらかというとこう影でこう人を支えることがちょっと好きな性分がありまして、はい、なんでまあその黒子的な役割が好きなのでまあ黒ということで あの黒い仮面にしたという、まあ、そんなけの理由です。正直怖いです。はい。はい、でも、わかりました。<laughs> はい。